シンギング熱さ。フィッシングギャングの熱さです。今日はですね、こちらノアマリンさんに来てます。で今日も、小谷さんが、出てきてくれるんですけど、今日もよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします、で今日はですね、前回視聴者プレゼントでお願いしたんですけど、そこでですね、今回当選者を、お呼びしたいと思います。当選された方です。はじめさんです。どうぞ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はおめでとうございます。ありがとうございます。ということでですね、はじめさんは、GT は挑戦したことは今回初めてですか。はい、ということですけど、まあ、頑張りましょう。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 はい、まあ、オフショーは2回目なんですよね。はい、2回目です。と、はい、いうことで、まあ、今回のためになんとタックルも揃えてですね、かなり気合い入ってると思うんですけど、はい、選手はい、お願いします。プレッシャーかけています。今日はですね、まだちょっと風が残ってて結構海しけてるんですよね、で、今から風が落ちてないでいこうなんで、今日は11時、チャンスがあって11時頃からかなと思ってますので、今が、9時です、はい、時間後ぐらいからですかね。から、はい、今回ちょっと GT をルアーフィッシングの目標なんで、はい、ぜひゲットしたいです。じゃあ早速やっていきましょう。はい、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。スペシャルですね。で、リールです。リールは島野さんから出てるステラ SW、 こちらの1万8000番です。そして P ラインがバリバスさんから出てるこちらマックスパワー PSIX の8号 300m 入ってます。リーダーはこちらバリバスさんから出てるオーシャンレコードショックリーダー、こちらの180ポンドを今回使用していきたいと思います。そして今回使用するルアーです。それはなんとこちらです。じゃん、でかこちらはガンクラフトさんから出てるジョインテッドクロー尺腕です。はい、まあ、オフショア GT でおそらくまあ誰も投げたことないだろうというこのルアーをですね、実戦投入やっていきたいと思います。ガンクラフトは30センチである。そうです、30センチある。普段使ってるやつでも、まあ、20センチとか、まあ、24センチぐらいのペンシルとかなんですけど、まあ、大幅にでかい。で、まあ、今回針はまあシングル使うんですけど、ただちょっとスイムテストしてみると結構こう針がこうやって抱いたりしてですね、ちょっと泳ぎにばらつきが出たりとかしてるんで、ちょっとまだ改良の余地があります。なので少し、こっちを外してみたり、泳ぎが変わらないかとか、まあ、ちょっとトリプルにしたりとか、いろいろ試していきたいんですけど、まあ何せ安いルアーじゃないんで、トリプルフックにすると複サークルがやっぱできるんですよね。それが複サークルっていうのはトリプルフックをつけた時に針がこのボディに当たるんですか、ガタガタって、そうすることでこの針の跡がこう円ができるんですよね、この針をつけてるところの周りに。その傷がちょっとできるのが嫌で今シングルフックをつけてるんですけど、まあ、バランスを見れば本当はトリプルフックを2つつけた方がいいと思うんですけど、シングルフックの針先がこう内側に向いてるからフックだと叩かないんじゃないかなと、なんとか人類初人類初かもしてきた新しいメッキ釣り。おお、来たやばい。あ、これ銀紙だ。わ、すごい、すげえすげえ自分よりでかいのに。あ、いっぱい来た。うん、銀亀。はい、浪人もね、結構銀亀がチェイスしてきてるんですよ。このロッドなんですけど、天竜さんから出ているファイトトラベルの SK803SH ってやつで3ピースモデルになってます。で、リールが、シマノの、19ステラ SW の1万4000番の XG です。ラインがバリバスさんの SMP の8号で、ショックリーダーも、バリバスさんの、オーシャンレコードの150ポンド。ルアーなんですけど、島野さんの別注平政 220F、 こちらで頑張っていきたいと思います。いや、もう間違いないですね間違いない、はい、で、僕もこのロット初めて見たんですけど、やっぱりこの追加料金とか最近結構高くなってるし、やっぱりそういうの辺も厳しくなってるんで、こういうのはめちゃめちゃありがたいなってやっぱ思いますね。ちょっと練習でしか使ってないんで、実践で釣れるかどうかっていうのはちょっと分かんないんですけど、
まあ、ラピードってやつとヘッドティップ、他は別注平正だけで、はい、一応これだけ用意しました。はい、いや、硬いっす、硬いっす。なんとか、もう釣れるんじゃないですか。どうですか、田辺さん。頑張ってください。頑張ってください。いや、釣れると思いますよ。わかんないっすけどね。やばかったっすね、今やばやべぇドイクロ来たなんで乗らないんだよ。やばかった。針触った1億パー GT だったの見ました、今やばかったっすね。やべぇ、針触ってないっす。針触ってないんだ。3匹ぐらいで取り合いしてくれないっすかね。ちょっとショックドカーンと。よかった、でもアクションが見えました。じゃあ俺が今乗せきれなかったっていうのがもうバカッチリバレちゃう。バレちゃう。しかも2回2回っす、2回2回だよね。1回ドカーンって出て、その後チェイスしてきて、うん、追い食いしたんすけど、それも乗らなかった。やばかった。一応サイズ悪くなかったっすね。いや、かなりすごかったよあれ楽しい。やっぱ新しいことするってのは。ここにあるのが歯型っすね、この点々。分かった。はい、これがフックサークルってさっき説明したやつです。これ円になってるんです、はいはいはい、これが針が当たってできる跡なんですけど、で針が届かない場所、この辺に点々があるの見えますか。これね、これが魚の歯型です。なるほど。何だったっすかね。分かんないですけど、多分脱とか歯が鋭い系じゃないかなっていう感じに見えます、僕は。じゃあちょっと結び直すそうなんで。結構ほぐれてくるもんです、こうやって。だいたいもう GT やってるだけでラインって傷んでるんで、
かその強度がどっちにしろ落ちてるんで、これを機に変えた方がいいですね。ちょうどお昼で前半戦終わったんで。今バイトはありって感じで、はい、まあ本当にノーバイト撃沈よりはまだマシなんですけどね。ただ僕はやはりちょっと自分の技術不足を、感じる日になりました。でどうでしたか今日の手応えっていうか。キャスティングオフィシャルでやるの初めてやったんで、はい、ああ忘れなくてもそれだけで楽しかった。ああそうですか。はい、いやでもめちゃめちゃうまかったですよね。うまかったですね。うまかったですね。はい、もう全くなんか教えることないっていう感じで、はい、しっかりオーバーヘッドがもうちゃんと真上通ってたんで、うん、危なくもないし、いつもいろんな人教えてますけどね。今日何もなんかなかったです、ね、特にななかったです、ね、もうやってたらそのうち出るだろうなっていう感じで、はい、本当に成長ありがとうございます、はい、ああいえいえありがとうございました、はい、もういつも力を及ばずです、ね、そうですね、洗礼浴びちゃいましたね。やっちゃいましたね。はい、まあ、このうち釣れますから、ね、それでもやっぱりこう釣りできちゃうっていうのはやっぱどういう魅力なんでしょうか。もうこれ病気でしょうね。いや、やっぱり、いや、やっぱローニアジかっこいいですよね。あ、で僕もやっぱそれね、ローニアジの魅力にこう取りつかれて、ね、こっちこの仕事してるので。GT 専門ですもんね。そうですね、もうギャンブルですね。ギャンブルみたいな仕事ですね。いや、また次回、来年か、まあ、今年中にもう一回行きたいと思います。あ、そうですか。はい、でもぜひまたリベンジ頑張りましょう。はい、はい、というわけで、今回もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Fishing gang, 熱さ。